荷物が届きました。開けていきます。こちらの一番優しい60代からの iPhone はここに12とか12 Pro とか12 Pro Max、12 Mini と書いていますが、 iOS14 の全ての iPhone にということで、数年前に買った iPhone でも1週間前に買った iPhone でも昨日買った iPhone でも大丈夫な内容になっております。一番優しい60代からのということで、中の活字も大きく、画面ショットもたくさん入っております。 iPhone 初めて手にした方はですね、なんだこれ、どうやって使うんだろうということで、第1章は iPhone の基本を知ろう。 iPhone の基本的な使い方とか Apple ID の作り方、 Wi-Fi のつなぎ方など解説してあります。 iPhone の基本が分かったところで、電話になれないんだよなという方、第2章電話を使おうがお役に立つと思います。 iPhone の電話のかけ方、受け方、それから今は顔を見ながらおしゃべりできるビデオ通話も、電話がかけられるようになったらネットで調べ物でもしてみるかということで、インターネットで情報を調べようが第3章です。情報を調べる前に文字を入力する方法も練習しておきましょう。今は音声入力もあるので、そちらも便利に使っていきたいところです。いつでも手元で情報が調べられるというのはとても便利なものです。ネットで情報が調べられるようになったら、今度はメールやメッセージを送ってみましょう。写真をつけて送ったり、少し派手なメッセージを送ったりすることもできます。いよいよアプリでも入れてみるかということで、第5章はアプリを追加しようです。スマートフォンの楽しみはアプリを追加して自分好みに育てていくところにあります。おすすめのアプリなども一覧にしてみました。第6章では地図を使おうです。地図は Google マップを使います。第7章写真を楽しもうでは、 iPhone の写真の撮り方、動画の撮り方、そして写真の編集や整理の方法などをご紹介しています。 iPhone は本当に優秀なカメラでありビデオカメラですからね。第8章では iPhone の便利な機能やアプリを利用しようをご紹介しています。知っていると知らないとでは大違いですからね。週末ごとにご両親から電話が来てなかなか答えきれないなというあなた、遠くにいてなかなか教えられないんだよなっていうあなた、息子や娘には絶対聞くもんかと思っているあなた、目がしょぼしょぼしちゃうから活字の大きな入門書が欲しいなと思っているあなた、スマートフォンはこれから使えるのと使えないとでは大きな違いが出てきます。使えるようになっておきましょう。一番優しい60代からの iPhone がそのお役に立てれば幸いです。ぜひともぜひともぜひともご利用、そしてご紹介よろしくお願いいたします。